皆さん、ちょっと今後から全部入りはこれでいこうかな。なんかちょっと気に入っちゃったんで、これ使うかもしれないです。はい、ともかくですね、今日はビットコインキャッシュについてちょっと話そうと思います。で、まあ速報っていう感じはもうなくなっちゃったんですけど、この問題かなり、まあ、重要な意味を持つイベントだったと思いますし、自分も結構考えさせられるところがあったので、まあ、現状の整理をちょっとさっとやって、で、まあ、今回のハードフォークに関して自分が思うことだったりとか、今後どうなるのかっていうちょっとした考察を、してみようと思います。はい、じゃあまず現状のアップデートからですね。まあ、現状のアップデートはあんまり口頭で説明するより多分記事かなんかで書いた方が、効率がいいので、おそらく別で記事を書きますけど、さっと現状を整理すると、まあ、価格面でいうと、まあ、ご存知の通り分裂の直後にですね、めちゃくちゃ価格が上がって、まあ、0.3BTC、まあ、取引所によっては 一瞬まあ 0.5BTC 分くらい以上の価格になって、まあ、少なくとも自分とかが想定してたより価格がめちゃくちゃ跳ね上がったんですね。で、まあ、この時点で勝ち誇ってるような人たちもいましたけど、まあまあ、価格が上がった理由がですね、まあ、大きいところが送金がまともに機能してなかったので、あのブロック承認時間がすごい時間がかかっていたりして、で売りたくても売れない人たちがたくさん出てきてて、で承認時間が安定して取引所が、ビットコインキャッシュの、受信を OK してからですね、だんだん価格が落ちていって、でなんか今日ですかね、ちょっとまた戻したりしたんですけど、今266ドルくらい、まあ、これ BTC で見ると 0.08BTC 分くらいですね。なのでビットコインのまあ 10% 以下くらいを今うろうろしている感じになりました。はい、でご存知の通りビットコイン価格は分裂の直後くらいからガーって上がり始めて、今史上最高値3000ドルを超えて、今3200くらいですかね、をつけている、3200ドルくらいをつけているっていう状況になってます。はい、でビットコインキャッシュですね、価格以外にも他にもいろいろ注目すべき項目があってですね、まあ、まず承認時間、これも分裂直後はかなりもうなんか8時間とかかかってた時もあったりしたんですけど、今だいぶ落ち着いてですね、見た感じ平均で今30分に1ブロックくらい発見されるくらいまで安定してきてます。なのでちょっと分裂直後は送金ネットワークとしては使い物にならなかったんですけど、まあ、今ちょっと待てば通常のビットコインのまあ数倍承認に時間がかかりますけど、まあなんとか使えるくらいにはなってます。じゃあなんでこれが承認時間がこんなにまあ早くなったというかスムーズになってきているのかっていうと、難易度調整のアルゴリズムの話なんですけど、それはその後します。で同じくですね、まあ承認時間にも関係するんですけど、ハッシュレートと難易度ですね、ハッシュレート、まあマイニングパワーの和なんですけど、は現在ビットコインの BTC ネットワークに対してビットコインキャッシュが 7% 分くらいで、ただマイニングの難易度が 17%、 ビットコイン比 17% なので、単純に比較してですね、まあ要は発見するのは、ビットコイン比 17% 程度の、難易度なんだけど、掘ってるハッシュパワーは 7% なので、当然、平均するとビットコインの10分より承認時間が長くなって、で結果としてなので今の30分に1ブロックくらいっていう形で落ち着いています。でビットコインを普通に掘った方が利益率は今高い状態になっているので、じゃあなんで今ビットコインキャッシュを掘ってるマイナーがいるんだっていうのは、まあ理由はいろいろあると思いますけど、まあ心情的というか、もう単純に利益とかではなくビットコインキャッシュを信じてるんでこっちを掘りますっていう人とかだったりとか、まあ、将来的な価格上昇を見込んでいたりとか、そういう人たちなのかなと思います。でこれについてもちょっと面白いゲーム理論とかに基づく面白い現象が起きているようで、この後説明します。はい、あとはですね、分散化の状態としては主に今4つのプールが掘ってて、一応 ViaBTC が、まあ、ビットコインキャッシュをもともと提唱した中国のマイニングプールですよね、が今のところ 10% 程度、ただ8割以上が、まあ、なんていうんですかね、その他のマイニングプールというか、よくわからない人たち、まあ、ランダムなマイナーですよね、ある種
が掘っていて、一体誰がどんなプールだったりとかどんな個人マイナーが掘っているのかよくわからないような状況になっていますと。で、手数料で比較すると、ビットコインのまあ平均手数料がまだ1ドルくらいとかなのに対して、自分が調べた範囲ではまあ、そのまとめサイトみたいなのではビットコインキャッシュの平均手数料がまあ 0.1 くらいだったので、まあ、手数料でいうとまあかなり安くなっている、まあ1割くらい 10% くらいですよね。なので、まあ、10円分とか払わなくてもビットコインキャッシュの方が送金できるようになっていて、実際実利用もですね BTC の 5% くらいに対してブロックサイズはご存知の通り大きくしたので8倍になったのでマックス、かなり安く送金ができるような状況になっています。はい、ただまああんまりまだ実際には使われてないっていう感じですね。他にはですね何個か面白い現象が起きててですね、まず呼び方なんですけど、ビットコインキャッシュってまあ長いしちょっと呼びづらいみたいなことで、略称を BCC と呼ぶか BCH と呼ぶかっていうので結構まだ表記が揺れてるんですね。で、 BCC にする問題点は、ビットコネクトっていう仮想通貨がすでに BCC っていう略称を使っていて、まあ、そっちと、ぐちゃぐちゃになっちゃうと。だから BCC じゃなくて混乱しちゃうから BCC じゃなくて BCH、 ビットコインキャッシュの H ですねにしろっていうような声があって、で BCH ってまあビッチとかの略称にもなるんで、まあビッチコインとかね結構バカにしてる人もいたりしてちょっと面白かったんですけど、まあ、人によってまあ取引所によっても BCC と BCH で表記が分かれてる状態で結構分かりづらいですよね。まあ、あとビットコインキャッシュっていうとそのビットコインと混同するから、B キャッシュって呼べっていう、まあ、BTC 派の人たちがいたりとか、まあ、ビットコインキャッシュ派の人は当然いやいや俺たちはビットコインの、正当な後継者だ的なことを言いたいので B キャッシュっていう呼び方認めませんっていう感じなんですけど、まあ、ビッチコインとかね、B キャッシュとかなんか呼び方がいろいろ揺れていてまだ決まってない感じですね。ちなみに自分は BCH 推しです。うん、BCC はまあすでに使われているのもありますし、まあ、ビッチコインとかいう、ね、ネタとしても結構面白いんで別に BCH でいいんじゃないのかなって個人的には思ってます。別にバカにするとかではなく、はい、っていうような状況になってますね。あの分裂ショックはかなりバタバタして、まあ、送金もできないしその割に価格がめちゃくちゃ上がってなんかかなり面白い状況になったんですけど、今だいぶ落ち着いて承認時間も落ち着いて普通に今、取引所に送金して売ろうとしたりすれば別にできるっていう感じまで落ち着いてます。はい、というのが、今までの、まあ、現状のアップデートで、ちょっとここから先若干マニアックな話なんですけど、マイナーのインセンティブの話っていうのをちょっとしたくてですね、どんな話かっていうと、ビットコインキャッシュのマイニング調整のアルゴリズムの話を少ししたと思うんですけど、ビットコインキャッシュってどういうふうなことをしてるかっていうと、分裂した直後ってビットコインと、ビットコインキャッシュのブロックの発見のまあ難易度が同じだったわけですよ。でそれに対して、ビットコイン BTC の方からビットコインキャッシュに流れたのが全体の、まあ、なんか 1% とかだったと思うんですけど、ハッシュパワーで見るとだったので、当然目標値は高いんだけどハッシュパワーが全然追いついてないからめちゃくちゃ、ブロックの発見に時間がかかったっていう状況になりました。まあ、これは予想通りなんですけど、でそれに対してですねビットコインキャッシュは、ブロックの発見が連続してかなり時間がかかるような状況になったら難易度を 20% 引き下げるっていうような形でこの難易度が高すぎる問題を分裂時に予想された問題を回避しようっていうようなことをしていたんですけど、これがなかなか面白くてですね、何が起きたかっていうと分裂直後にブロックの発見にめちゃくちゃ時間がかかった、これは予想の範囲内なんですけど、でその後まああのビットコインの方からマイナーがまあギャグで入ってきた人とかもいたみたいですけど、ネタとして記念にみたいな
人もいたみたいですけど、思ったより早くブロックがポンポンって何個か発見されたりしたんですよ。そうするとどういう問題が起きるかっていうと、まあ、細かい条件は細かくは説明しないですけど、大体ですね、平均でブロック間の承認時間が2時間以上にあると、まあ、20% の引き下げが発生するくらいの理解で、まあ、そこまでこのビデオに関しては問題ないんですけど、そうするとですね、ポンポンってブロックがハッシュパワーが低くて価格も低い状態でポンポンって発見されちゃうと、難易度を本当は下げてほしいのに難易度が自動的に下がらないっていう仕組みになっちゃう、なってるので、それをですね避けるためにおそらくビア BTC だったと思うんですけど、おそらくすでにもうブロックを発見してたのにそれをブロードキャストしないで、まあ、12時間くらいあのブロックが全く発見されないような時間ができたりとかですね、まあ、そんな感じで難易度の調整をなんかこうゲームするというか、まあ、チートするというか、そういう現象が起き始めましたと。でそれ、まあ、結局そういうのがあったりして難易度の調整が入って、で今はビットコインの難易度に対して、いくつだっけかな、17% まで落ちてます。分裂直後 100% だったんですけど、この 20% 修正が何回か入ってですね、はい。というわけで、面白いなと思ったのは、この難易度調整のアルゴリズムが入ることで、ルールが入ることで、マイナーがですね発見したブロックをすぐに見せなかったりとか、難易度の調整と価格とハッシュパワー次第ではビットコインの方から、あ、ビットコインキャッシュの方が今だったら、収益性が高いからこっちを掘るっていう風にこう行ったり来たりするようなマイナーが出てくるかもしれないっていうのが面白くてですね。でもう一点なかなか面白い、指摘があったのがですね、ビットコインマイナーの視点から見ると、ビットコインキャッシュの難易度がどんどん下がっていって、で収益性がだんだん上がっていくわけじゃないですか。難易度が下がると、まあ、簡単に掘れるわけなんで、でそれが BTC の収益性を上回ってしまうと、BTC のマイナーの一部がビットコインキャッシュの方に流れて、まあ、少なくとも短期的にですね、はい、流れて、でそうすると BTC の承認時間が長くなっちゃったりとか、まあ、混乱とか、まあ、ユーザビリティの問題が発生する可能性があるの でそうするとまた結局価格が下がったりとかですね、要はビットコインキャッシュを邪魔するために収益性が低いのを理解した上で難易度調整を阻止するためにわざわざビットコインキャッシュを掘ってるんじゃないかっていうような指摘があってですね、これかなり面白いなと思って、でその例としてなんですけど、ビットコインキャッシュを、掘ったブロックのコインベースのメッセージに、まあ、あのファックビットコインキャッシュみたいなのがね書いてあったりとか、要はビットコインキャッシュクソくらいみたいな言ってるんだけど、まあ、ただ俺は掘らなくちゃいけないみたいな、そういうことが起きているんじゃないかっていうような指摘があったりしました。でこれは、まあ、あのマニアックな話なんですけど、そのビットコイン BTC のメインチェーンの方からビットコインキャッシュにマイナーが移動したりとか、難易度調整を阻止したりだったりとか、まあ、なんかそういう今までちょっと見れなかったマイナーの動きだったりとか、インセンティブ構造が働いててすごい面白いなと思いました。多分今後もまたこういうちょっと謎な事例というか、普通に考えるとあれこれマイナー、例えば今もそうなんですけど、マイナーは収益性が低いはずのビットコインキャッシュを掘る理由って本当はないはずなんですけど、まあ、実際それを掘ってる人たちがいて、まあ、じゃあなんで掘ってるんですかとかもそうだし、うん、難易度調整を強制的にするためにブロックをわざと何ブロックか発見しないで、で時間が経った後にポンってこう、何ブロックかまとめて、ブロードキャストしたりとかですね、まあ、そういうちょっと今まででは考えられなかったマイナーの行動が出てくるかもしれないっていうので面白いなと思いました。すいませんね、かなりマニアックな話なんですけど、はい、というわけでそこまで説明して最後にですね、試験と今後の展望をちょっと話そうと思います。まずビットコインキャッシュをどう捉えるべきかって話なんですけど、まあ、そのマイナーの行動がいろいろ影響を受けてるっていうのも含めてなんですけど、まあ、かなりいろいろ面白い現象が起きてるなと個人的には思っていて、まあ、それだけでもある意味ハードフォークした価値はあるというか、
まあ、考えさせられることが多かったので、まあ、面白いなというふうに捉えてます。例えば、まあ、コンテンシャスなハードフォーク、まあ、要は一致団結してない状態でネットワークが2つに分かれちゃった時にどういうことが起きるか、まあ、送金の遅延が起きて、でそれに応じた、まあ、取引所での価格操作だったりとか、取引所も一応対応するって言ってるんだけど、メインチェーンからの攻撃とかも考えられるので、3承認とかじゃなくて20承認くらい設けている取引所が多かったりとかですね、まあ、そういうような対応、まあ、これがハードフォークした時に起こりうる問題なのかっていう、まあ、それが見れたっていうのは大きな収穫だったりとか、今後のハードフォークすべきかどうかとか、どういうリスクがあるのかっていう議論をするのでは重要ですよね。もう一個面白いのがですね、ビットコインキャッシュって、まあ、要はセグウィットはダメだっていう立場で、セグウィット導入してないんですけど、セグウィットってマリアビリティの、まあ、ビットコインのバグの一つって言われるんですけど、マリアビリティの修正っていう大きな意味合いがあってですね、まあ、それを要は直せないわけですよ、ビットコインキャッシュってまだ。そしたらですね、なんかビア BTC の方でなんかマリアビリティの攻撃を受けてて、取引のまあ入金を一時停止しますみたいなアナウンスが出てですね、まあ要はセグウィット導入してないから攻撃されるんじゃないかっていうふうに指摘されたりとか、まあそういう攻撃とかがすでに起きていて、ちょっと面白いなって思いました。はい、次、まあどう捉えるべきかなんですけど、もう一つ面白かったのが、分裂した直後にですね、まあ、ちょっと予想の範囲内ではあったんですけど、ビットコイン価格、BTC とビットコインキャッシュの、価格、まあ、価値の相和がフォーク前より大きくなったんですよ。まあ、理論上はいろんな意見ありましたけど、ビットコインの分裂直前の価格と、分裂直後のビットコインキャッシュの価格は、その分裂前の BTC のちょっと待ってくださいね、分裂直後のビットコインと分裂直後のビットコインキャッシュの価格ですねは、分裂直前のビットコインの価格にまあ大体近づくんじゃないかっていうような予想だったりとかがあったんですけど、実際起きたのは、ビットコインの価格が大きくその後バーって上がって、でビットコインキャッシュの方もまあ正直大部分、市場操作というか、まあ、送金ができなかったわけなのであれなんですけど、ビットコインキャッシュの方もなんか 0.5BTC くらいまで一瞬行ったりとかですね、まあ、0.3 くらいですかね、1日の大体の平均で見ると、行って相場が要は分裂直前より大きくなったっていう状況になったわけですよ。じゃあこれどういう意味かっていうと、じゃあハードフォークいいことじゃんと、ハードフォークすると、まあ、全体の相場が上がるんじゃんっていうような、まあ単純な風に捉えることもできるかもしれないですし、まあ、自分は別にハードフォークがいいことだとは必ずしも価格が上がったからそうだとは言わないですけど、まあ、ハードフォークをすることでお互い別々のネットワークとして、まあ、それぞれ別の道で別のアプローチでやっていくっていうのは、まあ、必ずしも悪いことではないっていうのは自分も前から言ってましたし、それがまあ市場価格としても一部現れたっていうふうに捉えることもできるのかなと思いました。まあ、ただね、ビットコインキャッシュの価格が下がってるんで、どっちかっていうと、まあ分裂直前にいろんなこうどんなことが起きるかわからないって不安があったのが解消されたから、まあ両方上がったというか、まあそんな深く考える必要もないのかなと思いましたけど、ちなみに価格予想とかこのビデオではしません。価格予想の方は逆画面プロデュースの方で全部やろうと思うんで、無責任に。はい、もう一個、まあ、今回どう捉えるべきかのもう一つが、今回個人的にいろいろ考えさせられたのは、ハードフォークをすることでメインチェーンへのまあ一種の攻撃みたいなのはできちゃうなって思って、難易度調整のアルゴリズムの話をしましたけど、それをちょっと変えるだけで、まあ、BTC マイナーを別のネットワークの方が今収益性が高くなってるから、そっち掘るって言ってこう移動させたりする、そういう行動の変化を促すことができたりですね、なんか思ってる以上にビットコインへの攻撃っていうのはハードフォークだったりとか、まあ、他にもいろんな方法あると思いますけど、なんか今まで想定してなかった形でも案外簡単にできちゃうんじゃないのかなっていうふうに思ったりですね、まあ、それはビットコインにとって全然良くないことなんですけど、そこら辺もいろいろ考えさせられましたね。 なので、まあ、難易度調整の話もあって、一時的に 20% 難易度
調整、ビットコインキャッシュの方で難易度が下がって、ポンポンってこうめちゃくちゃ難易度が下がったのに対して価格がある程度の基準を保ってると、少なくとも短期的にはそっちを掘った方が得なので、ビットコインマイナーがそっちに移って、でビットコインのメインチェーンの方も承認が遅れてとか、まあまあいろいろ問題が起きえるってことで、なかなか面白い攻撃ベクトルになるなと思いましたね。はい、というわけで、まあいろいろ実験だったりとか、いろんなデータが出てきたりとか、なかなか面白いですし、まあ、競争するっていう点では別に健全でいいんじゃないのかなと個人的には捉えてます。なので、まあ正直ビットコインキャッシュ完全に中央集権化されているというか、まあ、あの8割が誰が掘ってるかよく分かんないですけど、まあ、実際の利用は正直そこまで自分個人としては考えてないですけど、まあ、競争は別に悪いことじゃないですし、いろんな実験になっているので、まあいいんじゃないのかなと、別に攻撃したりする意味もないですし、そんな感じで自分は捉えてます。はい、で今後の展望を最後ちょっと説明します。で今後の展望はですね、現状だと、マイナーは損をして掘ってる状況なんですよ。で損をしている状況で掘ってると、理論的にはマイナーはどんどん抜けていって、そうするとハッシュパワーがさらに落ちて、ブロックの承認時間がまた伸びていくので、難易度調整がポンポンって入って、最終的にはなので、だいたいビットコインのメインチェーンと同じくらいのマイニングの収益性になるはずなんですよね。マイニングのハッシュパワーと難易度がだいたい一緒になるっていう状況になるはずなんですけど、まあ、まだその状況にはなってない。まあ、それは何でかっていうと、難易度調整を、まあ、妨害しているマイナーがいるからじゃないのかっていう指摘があるんですけど、まあ、それは永遠には続かないので、結局は、10分の承認時間にだいたい落ち着くんじゃないのかなと思います。そうすると、まあ完全に2つのネットワークとして完全に分裂っていう感じになるんですけど、まあ他はですね、ただし難易度調整のアルゴリズムとかのせいで、マイナーの視点からすると、要は難易度調整が入って 20% 下がった時に掘ったら、まあ、得なわけで、なんかまあそのどこまでちゃんと考えたかわからないですけど、難易度調整のルールがあることでいろいろ新しいビットコインキャッシュへの攻撃ベクターだったり、ワイプアウトの危険性だったりとか、そういうのがあったりとか、承認時間がばらついたりとか、そういう現象が起きそうな予感がしてます。これは予想なんですけど、でそういうのが起きたら、もしかしたら難易度調整のアルゴリズムの変更、ハードフォークしなくちゃいけないみたいな問題が起きるのかもしれないです。これあんまり確率高くないと思うんですけど、今見てる感じは思ったより安定してるので、多分大丈夫だと思うんですけど。で他はですね、今後考えられることとして、実利用されるのかって話なんですけど、正直これはそんなに使われないと思ってます。少なくともしばらくは。でさっきも言ったみたいに、その承認時間が安定しないとか、まあ、他にもいろんな問題があって、まあ、ビットコインより手数料は安いんですけど、それはいいことっていうか、まあ、それは優位性とは言えるんですけど、まあ、それだったら別にライトコイン使えばよくないみたいな話になりますし、ライトコインの方がまだマイニングプールも分散化されてると思いますし、確かだったと思うんですけど、そうですね、まあ、あとメインチェーンからいつ攻撃されるかわからないような状況になるので、実利用は少なくともしばらくまだされないんじゃないのかなと自分は思ってます。はい、でもう一つ重要な最後ポイントなんですけど、おそらくビットコインキャッシュって今後セグウィット 2X の、政治的な話だったりとか、そういう議論に影響していくと思うんですけど、今回ハードフォークしたことで、まあ、すでにそういうことを言ってる人もいるんですけど、まあ、ハードフォーク全然問題なかったじゃないかと、やろうと思えばこんなのできちゃうんだぜみたいな、しかも価格も上がってるからいいことだみたいなことを言う人もいてですね、セグウィット 2X の方でも、まあメインチェーンの方を今度はブロックサイズ引き上げるのが予定されてるんですけど、11月に。それもじゃあビットコインキャッシュがうまくいったと言えるかどうかはまた意見分かれると思いますけど、ハードフォークなんとかできたので、セグウィット 2X のブロックサイズ引き上げの方も大丈夫だろうっていうような材料として使われる可能性もありますし、もう一つがですね、おそらくセグウィットが導入された直後くらいからまた
BTC ネットワークの方にスパム攻撃だったりとかネットワークの混雑が始まるんじゃないのかなと予想してて、それが起きるとやっぱりそのセグウィットを入れただけじゃ、混雑の解消にはならなかったと。やっぱりブロックサイズの引き上げしなくちゃいけないとか、ビットコインキャッシュの方が優れてるとか、そういうような議論が起きそうな、予想をしています。でもう一つあるのが、結局 2X セグウィット 2X の議論がなんかすごい煮詰まって、やっぱりブロックサイズ引き上げしない方がいい、コアのクライアントで普通に行く方が安心だ、低リスクだみたいな感じになったら、まあ、おそらくまた一悶着あって 2X 派、まあ、ブロックサイズ引き上げ派、まあ、アントプールとかですよね、特に自販のが、ビットコインキャッシュに合流する可能性もあって、そうするとかなりのハッシュパワーがビットコインキャッシュに動くことになるので、そうなるとどうなのか、まだそこまで、考えきれてないんですけど、そういう可能性も出てくるので、まあ、ビットコインキャッシュの事例を、ベースにした議論だったりとか政治交渉みたいなのが起きると思うので、まあ、自分はそれを今注視しています。というわけで、ちょっと想定より長くなっちゃったんですけど、ビットコインキャッシュの話でした。まあ、現状のちょっと振り返りと、まあ、マイナーにこういう影響が起きてるっていう話、あと今後どうなるのかっていう予想を簡単にしました。ちょっと細かい話だったりとか現状の振り返りは別に、記事にしようと思うので、ぜひそちらも合わせて読んでください。じゃあではでは。